力強い作品を見ることができるということで楽しみにしております。風が強くなってきましたので、ね、皆さんあの手元のお荷物に泉さんのように飛ばされないように気をつけてくださいね。逗子小学校の子どもたちの作品はメガネを外して 3D メガネを外してどうぞご覧くださいね。皆様シャッターチャンスですが、フラッシュがたかないようにぜひでも写真に残してお持ち帰りください。ではご覧いただきましょう。逗子小学校児童による光の落書きです。どうぞ。